毎度、教育ジュートです。はい。今回の動画は、1月23日の、Amazon プライム。何回目なんだろう。Amazon プライム第6弾か。うん、での興行について動画撮ろうと思うんですけど、この日のメインが、寺地健志郎選手と、カルロス・カニサレス選手の、うん、WBA、WBC の、世界統一戦での防衛戦かな。健志郎が、A と C の統一王者なんで、それの防衛戦になるんですけど、このカルロス・カニサレスっていう選手知らない人も、いるかもしれないですけど、元 WBA のライトフライ級のチャンピオンで、自分がチャンピオンにスーパー王者の時のレギュラー王者やったんですよ、昔。何回目の防衛戦だか忘れたけど、メキシコで僕が WBA の内部統一した時の対戦相手と試合やって、もう負けてるんですよ。エステバン・ベルムデスって僕がメキシコで試合したあの選手とメキシコでやってて、カニサレスが初の、黒星っていう KO 負けしたんですけど、そのカニサレスがそこからまた試合やって WBA の挑戦者決定戦までこうランキングも上げて、で今年の6月の2023年の6月9日にWBA の挑戦者決定戦でカニサレスがダニエル・マテヨンっていう、これも元暫定王者の選手だったんですよ、ダニエル・マテヨン。結構強い。トップアーマーの選手で、この選手と挑戦者決定戦やって、カニサレスが、勝ったと。で、それで今回のケンシロウとの世界戦になったんやけど、このカニサレスね、僕とやったベルムデスとやって、負けてるけど、この試合、僕映像見たんですけど、試合した場所が、メキシコの、メキシコシティなんですよ。高いとこ？標高がめっちゃ高くて、酸素が薄いところでの試合やったんで、結構、カニサレスがめちゃくちゃこう、なんか体重い感じで、反応も鈍いし、前半はいいんやけど、なんかちょっとずつ動き落ちてって、最後に逆転で、ぶっ倒されたみたいな試合やったんで。6ラウンド KO。そう。ベルムデスが、番狂わせで、チャンピオンになる。で、統一戦で僕と内部統一やったんですけど、僕もこのカニサレスをやるかもしんないみたいな感じだったんですけど、ベルムデスがそこで勝って、僕とベルムデスがやったんやけど、やっとしても、僕は、ベルムデスよりは強い選手だと思うんですよ。カニサレスが。どういう選手かっていうのも、身長は160センチぐらいしかない。ちっちゃい。僕よりもちょっとちっちゃくて、ファイトスタイルはどんな動きもできる。結構、バランスのいい。ファイタータイプかな。で、パンチ力も、KO 率も高くて、戦績もね、結構いいんですよね。28戦26勝。19 KO。すごいです。1敗1分けで、そう。結構 KO 率も高い選手で。しかも田口さんとも。そう、田口さんと引き分けてるんで、昔に。田口さんが何回目の防衛戦かな。その試合、僕見てたんやけど、僕は勝ったかなと思ったけど、結構競った試合で、ドローやったんやけど、そんな感じの選手で、ただ、相性的には、ケンシロウ的には、やりにくい相手ではないかなと。前回、ヘッキ・ブドラーとの試合僕見たけど、強かったね、やっぱり。あと、ブドラーが思った以上にいいパフォーマンスしてて、噛み合ってた。噛み合ってたけど、最後はやっぱり力の、差があるっていう感じで、ケンシロウが KO で勝ったんやけど、ブドラーよりはやりやすいんじゃないかなって思うけど、ただ、パンチ力あるから、一発に気をつけなあかんなっていう。展開的には、立ち上がりはいつものように、ジャブの差し合いと思うんやけど、そうね、ケンシロウ的にはそんなに、パンチもらうとかあんまないかなと思う。1ラウンド目ぐらいからジャブ結構当てると思うし、右ボディうまく打つ選手なんで、結構カニサレス相手に、ボディは的確に当てていくかなと思うのと、ジャブで、ダメージ与えるかなっていう。カニサレスはこう動き回るけど、なかなかこう詰め切れないみたいな展開になる予想で、ケンシロウが勝つかなとは思うけど、判定ですか？ KO かな。おー、後半。中盤以降、8ラウンドぐらいかな、後半にかけて。KO で勝つかなって思うけど、せやな。なんか最近の、ケンシロウのこう動き見てて、本調子で、試合に臨めたら、なんか負ける姿あんま想像つかないよね。なんか、あんまり、苦手とせえへんかなって思う。
まあ、展開的には結構ワンサイドになるかなって思うけど、ただ、まあ、カニサレスも強い選手で、まあ、世界戦のキャリアも結構ある選手なんで、簡単にはいかんと思うけど、なんかそれぐらい、まあ、ケンシロウが、まあ、ここ最近すごくこう強くなってる印象なんで、そうね、なんかまあ僕が唯一負けてる相手ではあるんで、あれですけど、なんかあんまりなんか苦戦するイメージわかんないですね。まあ、この試合は、もう結構、やっぱりケンシロウ強いなっていう風な展開になるかなとは思うけど、ただ、まあ、一発ある選手なんで、まあ、そこだけ気をつけなあかんとこだと思うけど、僕戦ってみて思ったのは、ケンシロウって多分結構ね、打たれ強いと思う。そう。首強いと思う。結構デビュー当時なんか何回かダウンしてるシーンもあったけど、まあ、フラッシュダウンみたいな感じだったけど、はい、やけど打たれ強いと思う。打たれ弱い選手じゃないかなって思うし、うまくなんやろ、こう威力殺してパンチもらうから、こうガチーンって死んで食わないかな。パンチ当たってもなんかうまくこう逃がされてるっていうか、威力を、打たれ強い選手だと思うんで。オラスクワガの、そう、オラスクワガ戦なんかでも結構ガチーンってパンチもらっても普通に動いてたし、あれ打たれ強いな。聞いたみたいなのあまり印象ないですね。なんか本人的には聞いたパンチ何発かあったみたいなこと言ってたけど、結構打たれ強いかなって。まあ多分ファンのみんなも多分思ってると思うけど、なんかあんま負ける姿は想像つかないと思うし、まあ本人はね、4団体統一したいっていう風にずっと言ってて、ライトフライのチャンピオンのジョナサン・ゴンサレスか、とやれるかもみたいななってたけど、なんか直前でこの前ジョナサン・ゴンサレスが何や体調崩したかなんかで、ね、また試合を延期にしたみたいなんで、その延期になったことによって、まあ、なんかこうケンシロウ戦できるかもってなってたのが、まあ、白紙になったみたいな。なかなか難しいですね。まあ、よくね、うまくトントンで統一戦決まっていくんかなって思ってたけど、あとはまあ IBF のチャンピオンだったノンシンガっていう選手も、防衛戦でバンクルワズでぶっ倒されるっていう、クリエルにぶっ倒されるっていう、しかもクリエルも KO 率めっちゃ低いよね。29戦24勝 5KO の、まあ、パンチ力あんまないって言われてた選手を防衛戦に選んで、まさかのノンシンガがぶっ倒されるっていう序盤に。でまあなんか再戦するらしいけど、まあ4団体統一するにはね、この WBO のジョナサン・ゴンサレスとこの IBF の、 クリエルとやらないと、まあ、ダメっていう中で、まあ減量もきついと思うから、どうなるの、フライ級に来るのかな。上げてくるんですか。まあまあまあ、いずれはフライ級でも上げてくれると思うんで、まあ、自分もそれまでに、まあ、この階級でフライ級で、まあ、ベルト巻かなあかんなんて思ってるけど、まあケンシロウがこの試合は、まあ、難なく防衛するかなって思うけど、まあ、ファンのね皆さんも多分同じやと思うけど、まあ、展開とか勝利予想とかあれば、まあ、カニサレスがこうだあだとか、まあ、僕の予想は8ラウンドで TKO かな。マシできんよ。いやー、けど KO で勝ちそうですね。だって KO めちゃくちゃ多いですもんね。最近今4連続かな。そうですね。KO で勝っててすごく安定してきてるし、なんかね、敗戦からうまくこうダメージ与えるボクシングするし、なんか負ける姿あんま想像つかへんから、まあ、ケンシロウの8ラウンドかな。はい、後半楽しそうですね。結構ワンサイドになると思う。はい、皆さん の予想お待ちしてるんで、よろしくお願いします。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。バイバイ。